モナドは、ライプニッツが暗室した空間を説明するための概念である。ギリシア語ミューニューモナスモナス、ミューニューモノスモノスに由来する。端子と翻訳される場合もある。ライプニッツは、現実に存在するものの構成要素を分析していくと、それ以上分割できない、延長を持たない実態に到達すると考えた。これがモナドである。ライプニッツによれば、 モナドは構成されたものではなく、部分を持たない厳密に単純な実体であるが、にもかかわらず、属性として状態を持つ。属性を持たなければ、すべてのモナドは、区別できず、複数のモナドがあるとは言えなくなるからである。どのモナドも、他のすべてのモナドと互いに必ず異なっており、またモナドは変化する。この時、ある状態から別の状態への変化の傾向性を、 欲求という。この状態は他のすべてのモなどの状態を反映する。すなわち、究極的には無数のモなどから、そしてただそれだけからなる現実世界全体の状態に個別のモなどの状態は対応する。これがモなどの持つ表象、知覚能力である。しかし、モなどは部分を持たない厳密に単純な実態であるから、 複合的なもの同士が関係するような意味で、関係することはできない。厳密に相互に独立している。従ってこの表彰能力、他のモなどの状態との対応は、モナドの定義から言って不可能であるところの外的な相互関係によるものではなく、モナドの自然的変化は内的な原理から生ずる。ちょうど、あらかじめ時刻を合わせた二つの時計のような意味での、神の創造の時点で予定。 調整された調和である。モナドの状態の変化は、可能性としてそのモなど自身が有しているものの、展開であり、厳密にそのモナドの先行状態にのみ由来する。この表彰能力には、その対応の正確さや、明晰さに応じて、明晰、混雑などの度合いの差がある。すべての他の事物や、世界の状態が同等に近く、表彰されるわけではない。 対応するものを明晰に反映していない表象は、しかし雑然とした形で、意識の状態に影響を与える。これを微小表象と言い,い、後に言う無意識の概念に近い。例えば眠っている時の意識は、体や外界の状態に曖昧かつ不明瞭に対応する微小表象によって構成されている。人間や動物の精神や生命は、このものなどの表象。 知覚の能力によって説明される。逆に言えば、そこから、すべてのものには、それぞれの度合いに応じて、精神や生命があるということにもなる。一般に、モナドロジーは因果関係を否定したものと受け取られる、ことが多い。しかし、ライプニッツが、窓がないという言い方で主張しているのは、因果関係に関する、当時支配的だった、特定の考えである。 物が物に作用するというとき、一つのあり得るモデル、描像としては、作用するモなどから何かが出て、作用されるモなどの中へ入るという構図が考えられる。例えば通信のモデルで伝達を、メッセージが一方から出て他方へ入ると理解するように、力の作用も、押すモなどから、力が出て押されるモなどに、力が入ることで、押されるモなどの内部の構成が変化する。 これが因果関係であるというようなモデルである。これに対してライプニッツは複合的な素大な物体の場合は媒介物の移動で作用を説明することができる場合もあるが突き詰めればもなどは部分や構成要素を持たないのだから外から何かが中に入ることはあり得ず因果関係や作用は外的な対応する変化であって内的な何かのやり取りとしては 理解できないと主張しているのである。したがって、この限りでライプニッツの主張は決して突飛ではない。現代の日本では予定調和という俗語が予測通りの物事が起きることという意味で用いられている。特に小説や漫画などの物語においては、このような状態になったら、次はこのような物事が起きるという物語の類型が多数存在しているため、 ある状態になった時に次に起こる物事を予測できることがままある。その予測通りに進行した時に物語の評価として予定調和という言葉を用いる。フラグは物語における予定調和の一種である。ありがとうございます。